えー、こんにちは。そっか、塾のここでございます。なんかその人っていうのは人に励まされたりなんかね。癒されたり、言葉によって受ける影響って大きいと思うんですよね。まあ、ですんでいい言葉をかけてあげたりとか。それからあ参考になったよ。ありがとう。みたいな感じでね。うんなんかそのいい影響をね。やっぱり私たちは日々受けれると思うんですよ。 そしてそれは言葉によって人を勇気づけたりすることもできるし癒したり慰めたりできるってことなんでこれ誰でもできることだと思うんですよねで逆にですね人を貶めたりとかすごく蔑んだりとか嫌な気持ちにさすこともできるのが言葉の威力だと思うんですよですんでね私はあのいろんなメールのやり取りをさせていただく中で、まあ、動画を送って表現するってこともあるんですけどもおそらくですね あ自分のために動画を作ってくれたんだっていうことでプラスアルファで励ますこともできるんじゃないかなと思うんですよもちろん動画を作るっていう環境が必要ですからできない時もあるんですよでもできる時に動画を作って早、はい、送りましたっていうのは、うん、やっぱりね自分なんかに時間をかけてくれてありがとうねっていう気持ちがさらに増すんじゃないかなと思うんですよでこれはですね何も私だけの特権ではなくってこの動画を見てる皆さんにもできることなんですよ、ね、だから誰かに対してメールをね 送るだけではなくててて動画を撮影して送ってみると不慣れながらにも一生懸命動画をねスマートフォンで撮影したのを送ってみてあげると不慣れであればあるほどむちゃくちゃ感動してもらえると思うんですよ逆に動画を作るのが慣れてる人がねあの量産するうちの一つが飛んできたって思うのよりももしかしたら感動するかもしれないですよそして言葉だけでは何も変わらないよって言ったそんな方もいらっしゃいますけども そうううかかなと思うんですよどうですすよどね今ロシアウクライナっていうのは熾烈な戦争をしてます世界を巻き込んで経済制裁っていうのもありますでもロシアとウクライナの代表がですね話し合うことによってこの戦争や経済制裁から来る不況っていうのは終わらせることができるんじゃないですかねどうでしょうかね言葉って何の意味もないですかね人は言葉によって 国を超えて民族を超えて戦争、殺し合いを終わらすこともできるわけなんですよ。もちろん、殺し合いや戦争を始めることもあります。だから私は言葉による力っていうのは誰もができることなのに誰もができないことを実現させることはできるんじゃないかなと思うんですよ。なんかいささかパラドックスですけどね。まあ、ですんで、声をかけ続けること、時には沈黙を持って 対することこれをしっかりと使い分けていきたいなと思いますし基本的には自分の気持ちを多くの方に伝えること一人一人に寄り添った形でお伝えすることによってその人の人生の実現とか改善に向けてできることをしていきたいなと思ってますね。はい、じゃあ以上でございます